2000年代に入り琥珀から見つかった新しい昆虫のグループ すぐに現存する個体が見つかり大ニュースとなった。またの名をマントファスマ。体は七口、頭部はカマキリに似ている。名前の通り足の先端を地面から離し、あたかもかかとを使っているかのような奇妙な歩行方法が特徴的。草地に生息し小昆虫を捕食する。求愛の際は草の茎を叩き、振動でコミュニケーションを図る。かかと歩き目の発見は、例えばトンボやカマキリ、蝶のような大きいグループがもう一つ増えたことと同じで大変画期的だった。なお日本では数珠ひげ虫、木とかかと歩き木のみ発見されていない。